伊東純也、クラブの練習参加はしてる模様。日本代表のアジアカップ8強敗退により、欧州組の選手たちが所属元へ帰還した中、フランス一部スタッドランスの公式 X がクラブ合流を報告。一部週刊誌の報道によりチームを離脱したミッドフィルダー伊東純也の姿も捉えられ、SNS 上では涙出そう、よかった、など安堵の声が広がっている。日本は2月3日に行われたアジアカップ準々決勝でイランに1対2と逆転負けを喫した。チームは解散し、各選手は所属クラブへ帰還することに。すでにリーグ戦へ出場した選手もいる中で、スタッドランスはアジアカップとアフリカネーションズカップに出場していた代表選手の合流を X 上で伝えている。投稿には写真が添えられ、ミッドフィルダー中村敬斗がピースサインで収まった一枚のほか、伊東の姿も。一部週刊誌で性加害疑惑と刑事告訴が伝えられ代表チームを離脱したアタッカーの現況が SNS 上で伝えられると、伊東純也の姿が、涙出そう、練習に復帰していてよかった、練習参加できる感じなんやね、などと安堵の声が広がっている。ちょっとやつれてるように見えるけど、これはだいぶ安心した、練習参加も厳しいと思ってたから本当に嬉しい。純也の顔が見れてただただ嬉しい、マジで応援してる、絶対負けちゃダメだよ。結果が出るまでは、あくまで無罪。いつもの純也で頑張ってほしい。右サイドを駆け上がる姿が早く見たい。日本サポーターは純也を絶対応援する。元気に頑張ってくれ。本人もきついだろうけど、結局ボールを蹴ることが一番いいよな。早く試合が見たい。サッカー選手としてメンタル保つのも結局はサッカーなんだよ。純也サッカー大好きだし。中村敬斗も笑顔だし、気にせずいつも通り接してそうだよな。滝もついてるし、いつもの変わらない無邪気な純也でいてほしい。純也への応援コメント殺到してます。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。